2016年ツルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。そろそろ半間陽先生の、戦略ですね、一時風化しまして、戦略っていうのはねいつまでも通用するもんじゃないんですね。スペシャリスト世界一になってからだんだん稼げなくなっちゃいました。 それでね2年経ちましたけど、2016年世界一になってから、それでだんだん稼げなくなったために作り直しまして戦略方法を変えたわけですね。で、戦略方法っていうのはいつも通用するわけじゃないんですね。一時なんですね、大体ね。で、その一時でまた稼げ出す戦略方法が見つかりました。まだ1年ぐらいは使える、以上は使える、1年以上は使えるんじゃないかということでね、新しい戦略方法をね、このようにインジケーターが分析されるようになりました。また稼げるということでね、2年のブランクは大きいと思います。で、そういうわけでまた稼げなくなったらまた、考え直すということを繰り返すわけですね。それでこちらの方なんですけど、私の開発したインジケーターね、バージョンアップしまして、これは今日今までですね、水曜日9時から現在までですね、夜8時15分になります。ここからね、朝9時から夜8時15分までの間ですね。ここはブランクになって、あの5時から休みになってるわけです。で、こうシグナルがね13回出てるわけですね。ここら辺ではないんですけど、シグナルが出てるんですね。で、ちょっと見にくいんで、これに消しちゃいましょうね。処理が時間がかかっちゃってね。この3こんぐらいにしときましょう。で、4つぐらいで表示させとくと処理がだいぶ早いんでね。で、これはまあ出てないんです。これですね。さあ、ここはシグナル出て、ここは打つ時間なかったんですね、今日ね。今日ここから出てんだけど、本当は投資できたんだけど、ここら辺でこの後にね分析が終わったんで表示されるという形になっちゃいました。これ切っていくか、これもね。で、実際こうですね、こういうシグナル、今度は赤点が判定のとこですね。このまま見やすいかな。こうですね。ここはちょっと見えてますね。こういうシグナルですね。まあここ出てて、で今日は一回も掴んでないんですね。今週、月火水で今3勝1敗です。3勝1敗。で、成績の方は良くなってると思うんですけどね、勝率を上げました。で、 78% 79% ってね、実質は 88.2、 実質は 92.3% なんですね、この勝率はね。顔をちっちゃくしましょう。ということでね、シグナル待ちとなってますけれども、だいぶこう表示の見方を分けました。こうね、こう休み中はね、これシグナル、これがねということですね、判定でね。あと気をつけないといけないのはどうかな、これがそうですね。ね、これ見えていますね。
コアですね。これがこの週並み後にも出てますでしょ。あ、こういう感じでしょうかね。ちょっと待ってください。もやし茹でたんだね。ちょっとね。はい、そういうことですね。このように、今日の、シグナルですね。今日はだから出てません。この時は間に合わなかったんでね。今日こういうとですね。ここは朝9時ですね。9時になります。ちょっと見てみ、出てくると思うんだけど。出てこないか。ね。まあ、ここが始まりで、ここはまあ、実証こういうシグナルですね。打てれば勝ったわけですね。そういうことで、浜谷先生のバイナルオプション、スペシャリストとしても、世界一番だと思いますよ。このシグナル。世界一のシグナルのお手本ですね。大体実質 78.7% ですね。これからとしてもね。今のところそういう勝率です。このインジケーターは30兆円ぐらいしますね。大会社一つ買えます。このコピーだけですよ。このソフト。このインジケーターのソフトは30兆円ぐらいです。ね。ちょっとコーヒー飲むかな。30兆円ぐらいですね。日本の会社なんかも、1回すると4兆円とかするんだから、大きい会社10個ぐらい買えます。ね。まあ実際僕も、JBCC ホールディングスとか、最高創設名誉会長だったりしますしね。たくさん会社作ってますからね、大会社。最高創設者でしょ、JBCC グループ。私が作った会社です。で、このバイナリーオプションのインジケーター30兆円ぐらいです。ただね、30兆円というのは世界一だからね、一番いい、シグナルですから、30兆円でね、このソフトの販売をしておりますよ。30兆円でお売りしていたしますよ。このソフトね。30兆円です。欲しい方買ってね。で、大会社はいくつも買えますからね。30兆円だったらね。ね。これだから、1個だから使用料でしょ。10年ですから、使用。プロテクト買ってますので、1年延長ずつですけどね、これだと動かないです。で、ちゃんと、買った人に言わないと、ランダムにね、10回に1回ね、ダミーが出てきます。シグナルが出てきます。嘘のダミーが出てきます。ね、注意してください。買ってませんよ。盗んだもダメですよ。有効期間にダミーが出ますから、パスワード打たないと。で、どこにパスワード打つかは秘密になってますから。入れとかないと、ランダムに出てきちゃいます。嘘が。逆に反転して出していきます。シグナルを。正解の逆にね、打ってきます。販売のやつ、そうでしょ。僕の。今、デルさんがメンテナンスになっちゃってますけど、私が販売してるデモ版がそうなんですよ。あれもいいやつですよ。30万で売ってますから。自分のね、あと自分にプラスしないと勝てないです。ね。プラスすれば勝てますよ。めちゃめちゃ勝ちやすくなります。
で、このようにね、インジケーターを、今ね、牛肉をね、ちょっとまぶして、自家製のもやしに、ね、牛肉のひき肉、6キロ買ったんで、その、解体したやつをね、炒めておきました。トバンジャン炒めですね。最高。麻婆豆腐みたいなやつですね。トバンジャン。僕トバンジャン大好きです。中国人ありがとうね。最高ですね、トバンジャン。で、こういうことですね。実際はこのシグナルの、ね、勝率は1週間で17回出てて 88.2% ですけども、今後は 78.7% ぐらいだよと、ね、ということですね。先週は10勝5敗ですね。先日としてライブ通してね。今週は3勝1敗。シグナルではね、これ勝ってたんですよ。これ僕の打ち方が遅れてね、負けたんですね。そういうことでした。そんな感じ。どうですか、世界最高のバイナリーオプションのインジケーター、これ15分用ですね。チューナル出てから13分後判定となっています、ね、どうですか。30兆円です。どうもありがとうございました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生でした。